こんばんは、ゆかりんです。12月26日、1日遅れてのクリスマス。1日遅れたけど、メリークリスマス。よし、今から一人クリスマスパーティー始めたいと思います。疲れた。こんばんは、ゆかりんです。12月26日、仕事帰りの晩食っていうかクリスマスパーティー。昨日25日、24日もクリスマスっぽいこと全然せんと、そういう気分じゃなかったし、もう疲れ切ってて体調がいまいちやって、無理せんとこうって早寝した。食べたもんもなんか串カツ、どうしても天満、生まれ故郷の天満に行きたくなって、それでちょっとのクリスマスできひんかった。気分があるから、れっちゃんがこれ危ないから、食べたらあかんから、ここ入れとこう。うわ、ちょっと待って、本日中にお召し上がりくださいって書いててんけども、かこれ。これセブンイレブンさんで売ってて、 4キュッパ税抜きで、で甘口辛口書いてないねんけど、これ辛口やねん。名前がパラシオデクリスタルブリュット。それではメリークリスマス。クリスマスはもう終わったから、一日お疲れ様です、お楽しみ様です。乾杯。うん、普通に美味しい。お腹減った。これももう、あ、出てきた。クリスマス終わったからちょっと雰囲気を味わったっていうことで、いただきます。かてお見せするときはチキン。めっちゃ美味しい。 iPhone これでずっと撮影してて、 iPhone6 今撮影してるのが11。なんかすごい綺麗に、綺麗っていうか私は綺麗よとかそんなんじゃなくて、あのビューティーモードとかしてないねんけど、クマとかがなんか隠れてくれてる。こっちやったらどうやろう、こっちやったらすごいクマが、あ、いるかな。うわ、怖っ。あんな、なんか面白い。こうやって今どうやって撮影してるのかって言ったら、皆さんの、これはあれや、難しいな、スクエアってなってる。あ、ちょっとリアルタイムでこんな感じ。こんな感じ、今映した。皆さん、セキララっていうことでセキララで片付けてんねんけど、きっちりしてないっていうか、あ、またいろいろ動画アップさせてもらいます。私結構下から変な顔撮ったりするときあんねんけど、あ、こんなん、
すごいお腹ペコペコや。うん。感謝してほんま。2020年も、2019年か。あっという間や。皆様に結構この1、2ヶ月串カツばっかり食べてたり、この中にいっぱいあんねん。このケーキ、この立派なケーキ贅沢や。税込みで600円か700円か。美味しい。結構部屋が乱れてるというか、ちょっと散らかってきて、ベッドの周りにはペットボトル、水筒みたいな3つあったり、時計は電池がピンって飛び跳ねてひっくり返ってて、レッドのおもちゃもフローリングの掃除機すらしてない。下に書類や本がいっぱい、もう積み重なってる。わあ、すごい心の、あ、これはちょっといいもの。これでまたおつまみ作ろう、真似して。でもシンプルやね、なんか冷ややっことロング感。これも美味しそうやねんけど、これだけじゃ足りひんって感じ。もっと食べたい。揚げ出す豆腐とハイボール、こういうのいい、なんかすごいいい感じ。これが4キュッパって498円、安いな。ちょっと食べてみます。やっぱり美味しい。甘いもんも好きやねんけど、うわ、こんないいケーキ普段買えへんから。普段もスイーツ食べるとちょっとチョコレートとかプリンとかヨーグルト、ヨーグルトあんまスイーツじゃないねんけど、ちょっと糖分があるやつは。こんなんかわいい。わ、どうしよう、インスタグラム用で撮っとけばよかったけど、まあいいか、もう撮ったし、食べてもうたから。生クリームが少ないロールケーキみたいなやつなんや。嬉しい、生クリーム多い方が好き。うわ、美味しい。わ、最高や。わ、ちょっとクローゼットの中負けっぱなし。ちゃま、うん、これ食べへんと思うから。冷蔵庫の中に鶏肉、もも肉とか牡蠣がある。ベーコンエッグもできるし、ハムたまったくなる。
なんかベリーみたいな。えっちゃんやめて。すごい。かわいいね。かわいいって言っても顔はもうおじさんになったけど、かわいい、全部がかわいい。でね、甘えん坊になってきてるね、れっちゃん。ヒゲだけ見える。ちょいちょいちょい。うん。ね。あ。猫は夜中に活動するって言うんだけど、レッドは規則正しい猫で、早寝早起きっていうか、昔から。しかも、勝手に寝てくれたらいいねんけど、一緒に寝ようぜっていう風な感じ。かわいい。すごい気が合うよな。でも動物飼うっていうのは、一緒に生活するっていうことは幸せやねんけど、そんな簡単なことではないと思う。ある、自由はなくなるし、全部それもうメリットもデメリットも全部もう踏まえて。一緒仲良くしていこうね。今6歳やねんけど、何年後か介護もいるって思うし、10年後か教授で乗ってほしい。なったら執着になるからね。今を、今を大切に聞こえちゃう。眠そう、すごい。なんかだいぶ変わったなって思うのが、クリスマスはこの日しかないからって思って毎年楽しんどってんけど、今年は何やろ、クリスマスっぽいやつでもできるし、その日の気分、その時の体調に全て合わせようっていうので、自由になってきた。うん、おいしい。いい感じや。眠たそうやね、ねっちゃん。
寝よ。ケーキ美味しかったんけど甘すぎて目が回りそう。ケーキ美味しかったんけどもあれ一つでも目が回りそう。ケーキバイキングとか難しそう。でもお肉、牡蠣、キャベツパーティー気分。コテージよ。こんばんは、イカリンです。なんかすごいちょっとなんかハゲてって思ったけど参った。ここは京橋で今からアフィリエイト忘年会に。バーイ。もうちょっと奥ボンド取っていいですか。バーイ。大事なんでやっぱり2年前のあの時こういう入れたらあかん。いや全然もうあの自然なの全然カットできてる。ブログの先生の猫好きさん映っちゃったよ。乾杯乾杯。 YouTube で講師混同するからね。アフィリエイト先生乾杯。えちょっとカットするから。あだよ全然取っていいよ。そうだよ。何？プロと乾杯。乾杯。アフィリエイト忘年会です。はい。ハイボールとお漬物でーす。バーイ。それはいやそれやってないですよ。京橋、ここは鉄の組、猫さんに行ってみたいと思います。はい、はい、乾杯。なーでしょ、なー。乾杯。トマト入院保証1日なんぼっていうのが入ってたとしたら、それが1日5000円とかね、ついて入ってくるわけですよ。いや、いいですね。だからさっきだって、だから飲みまくってたの。立ち飲みはこの時もマウサってよう読む。そうですね、ね、希望で、で希望の希望 MP でっていうのもあって、うん、持ってるけど、そうじゃなくて、それと別に、まあ、誰？すいませんです。お兄さんも締めてると、あのあそこであれはキスですね、うん、あの試合のあのテレビ終わった あ, の あ, あれはキスですね。言うてきつい。乾杯。皆さんお世話になります。私はお酒も好きなんですけども、定食もすごく大好きです。刺身定食880円、天ぷら、お刺身3種、しらす、手作り豆腐、お漬物、ひじきに味噌汁、大好きな白ご飯いただきたいと思います。いただきます。手作り豆腐何もかけないで食べます。